あれじゃ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 ーん、あ、なんかサーバーの状態が良くない。イエーイ。見える？見える？ちょっと待って。あれ、こっか。これで、あれ、ちょっと待って。映んないな。こっちか。イエーイ、どーこだ。どーこだ。ありがとう。今ね。今は理事長室でしか行ったことないです。ちょっとさ、向き変えてあげよっか。ちょっと待って、今ね、さあここはどこでしょう。ちょっと待ってね、これでタリーズ、ちょっと待って、さあどこだ。イエーイ、ちょっと待って、見える？わあ、ちょっと待ってね。これね、まだね、五分咲きぐらいかな。ちょっと待って。こんな感じで。ほら、こんな感じ。これでいっか。あ、大丈夫か。見えてる？見えてる？みんな見えてる？じゃじゃん、今ね、隅田川に来てるの。じゃじゃじゃーん。はーい。それで、あそこのことっとい橋からさ、こうね、見るね、桜がね、めちゃめちゃ綺麗なのよ。それで、あとタリーズさん、ここからね、見る桜も超綺麗で、まだこんなもんだね。まだ五分咲き。わあ、ありがとう。桜ありがとう。かわいいね。まだこんな感じ。ちょっとね、まだね、スカイツリーもまだついてないね。それでね、見て見て見て、あのあれがついてる、アサヒビール。それでちょうどここがタリーズさんのとこなんだけどね、タリーズさんのさ、こうテラスのところにさ、ちょうどね、ほら綺麗なのよ。こんな感じで最高でしょ。じゃじゃーん。ちょっと待って、ちょっと写真撮らせてね。こっか。ちょっとリングもいい？よっしゃ。ちょっと待ってね。こんな感じで、どうだ、こっか。イエーイ。あれ、こんな感じ。あれ、わかんない。このくらいでいいかね。桜見える？見える？こんな感じ。ちょっと写真だけ撮らして。なんかさ、なんだっけ、クルージングしようかなと思ったんだけど、クルージングするにはちょっと桜がさ足んないかなっていうかね。もうちょいしたらの方がいいかもしれない。でも、まあ、そんなこと言ってるうちにチャンスがなくなっちゃう。こっか。このくらい、こんな感じがいいかね。うわー、これでよかった。そう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 。それで今日はね、タリーズさんで、あの、じゃじゃじゃーん。ちょっと待ってね。
ちょっと待ってね。ちょっと向き変えよっか。これこっち側に。あ、ちょっと待って。これで、ちょっと待ってね。わあ、ありがとう。じゃ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 ーん。これさ、スカイツリー見えた方がいいよね。こんな感じ。ありがとう。ちょっと待ってね。それで、じゃじゃじゃん。ほら、この間撮れた。あれもくっつけて、レオナ様も。はい。それでね、よし。おー、ありがとう。イエーイ。そう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 。ここのね、タリーズさんね、めっちゃ綺麗なの。あのテラスのところに向こう側にもね、こうテラスがあって、その奥のところはね、真下にね桜が咲いてて超綺麗、超美しいよ。ちょっとテラスのとこ人いないから行ってみる？ちょっと待って、あ、向き変えればいいのか。ほら、ちょっと待ってね。あ、ちょっと今お客さんいるからお客さん映んないようにするね。こんな感じ。ね、綺麗でしょ。ね、桜もね、もうほぼほぼ咲いてる。日当たりがいいんだね、タリーズさんのところね。すごく超綺麗。ほら、こんな感じで超おしゃれ。ね。そう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 。それでこんな感じで。イエーイ。もうちょっとしたらライトアップされるね、きっとね。ね、あ、なんかあれだね、向き変えるか。あ、ちょっと雨降ってきた。大丈夫かな。ちょっと乾杯する。乾杯。あ、見て見て、かわいい。あの、ネズミちゃんのやつ。猫とネズミ。名前なんだっけ。猫とネズミ好きだったんだけど、ほら、なんだっけ。かわいいよ。名前ど忘れしちゃった。今ね、あの、これやってるみたい。ちょっと待ってね、ちょっと写真だけ撮らしてね。これ便利だね、写真撮れるのね。あ、トム&ジェリーだ、思い出した。トム&ジェリー、こうこうこっか。トム&ジェリーだね。うわ、よいしょ。ちょっと待ってね、これでいっか。ちょっと雨大丈夫かな。こんな感じね。うんと降ってるわけじゃないから、まあいっか。よいしょ。そう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 。それで今日はね、スカート見る。スカート見る。さっきの。じゃ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 。ちょっと待って。はい。こんな感じで見えないか。はい、スカートでーす。はい。すいません。ありがとうございます。お疲れ様でした。よろしくお願いいたします。お疲れ様です。よし、そしたらさ、じゃじゃじゃん、タリーズさんのクロワッサン見えるかな。じゃ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 ん。こんな感じかな。あれ、こんな感じ。自分のじゃない。自分の。二回目、二回目。よいしょ。イエーイ。そう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 。
イエーイ、みそちゃん、イエーイ、見て、タリーズさんのクロワッサン。今日ね、今日初のご飯、一食目いただきます。おいしい。大丈夫、これ以上太んないから。見て見て、見える？見えないかな。ここにね、食べたい？はい。あーって、ほら、見える？見える？これ。チキンが入ってるの。めっちゃ美味しい、これ。ちょっと雨降ってきたね。中入ろうかね。さっきからね、ちょっとあれなんだよね。どうしようか。このくらいだったらさ、微妙なのよね。なくても大丈夫なんだけど。うん。すごい美味しい。じゃじゃーん。クロワッサンね、あのバターがね、こうしっかり練り込まれてて、こうサクサクってしててね、すごい美味しい。ほんとピザみたい。あのこんな感じで柔らかくて美味しい。今ね、さあここはどこだ。見える？当ててみ。さあリングは今どこにいるでしょう。じゃじゃじゃーん。ここは行くよ。じゃ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 ーん。じゃ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 ーん。じゃ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 ーん。はーい。墨田公園にいます。それで墨田公園のなんだっけ、台東区側、台東区側と向こうのね、墨田区側にこうね、桜並木があるの。それでそれがね、1キロにわたってあるのね。それでこの、ここ本当にね、タリーズさんのここの場所見て、ほらすっごい綺麗でしょ。タリーズさんのテラス最高よこれ。そっか、もうここ最高、ここ最高本当に。ちょっと私もう一回写真撮ってもいい？ちょっと待って、ここかな。ちょっと待ってね。それでほらこんな感じで、あの隅田公園のまだね、五分咲きぐらいなんだけど、あっちにさ橋があるの分かる？あのここをね、ずっと向こうに行ったところのここのね、奥に車通ってるの見えるかな。あそこがことといばしっていうんだけど、あそこからこっちをね、あのスカイツリーの方を見るとね、スカイツリーがね、真正面なの。でしょ、あ、遠くに見える。そう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 、あそこからね。それでね、スカイツリーが真正面で、あのことといばしからずっと歩って、あの向こう側のあの台東区側のね、あの桜並木を歩くのもね、めっちゃ綺麗なのよ。あとやっぱりね、こっちのそう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 、あるよ、もう真正面のほんと綺麗。それでここの隅田公園はやっぱりね、なんといってもここタリーズさん、ここのタリーズさんのところがやっぱり最高、本当に綺麗。
だからね、ぜひね、タリーズさんでお茶 しながらこう桜を見るのがやっぱり最高だと思う。うん、すごい綺麗だよ。よし、あ、今あれだね、着物着たカップルがいる。いいね。あの、なんだっけ、この辺はさ、雷門があるじゃない。だからさ、若い子がさ、レンタ着物とかで着物借りて、この辺回ったりとかね、お散歩とかできるみたいで。あとほら、人力車あるじゃない。お着物着てこう人力車乗ってる人とか、あ、すごいいっぱいいる。今さ、もうちょっとしたらさ、だから今週よね、今週末ぐらいにそのさ、お着物着て人力車乗ったりとかしたら最高じゃない。いや、私は乗んないけどさ、乗りたいけど。ね、絶対最高だと思うよ。あれ、確か、時間だったかな、時間で結構いろんなとこ行ってくれるって。前にね、あの人力車のお兄ちゃんがね、あのスカイツリーまで来てたのよ。それでなんかいろいろ教えてくれたんだけど、そう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 、その時の動画があったはずなんだけどさ、去年だっけ、一昨年だっけ、なんかわちゃわちゃしてる時になんか消えちゃって、あ、消しちゃったのか。それで、あの、どっか行っちゃったんだけど、もうね、なんかいろいろ教えてくれて、確か時間だったかな、距離だったかな、忘れちゃったけど、あのスカイツリーまで、浅草からスカイツリーまでね、人力車でね、来るって言ってた。いいよね。ね、だから、あの桜の名所を回ってもらうっていうのもいいかもしれない。あのお着物着て風流じゃない、素敵だよね。うん、そう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 、最高最高。今ね、あそこ空いたな、一箇所空いたからちょっと場所移動しようかな。ね、ありがとう。あ、でもね、雨上がってきたからさ、こっちのこのね、向き変えてあげよっか。ほら、すごい素敵なのよ、ここ。タリーズさんのこれ入れてあげよっかね。最高だよね、これ。へへへへ、やめて。もうそれでなくても昨日雨に打たれたんだから、私。本当よ、傘は飛んじゃうしさ、傘は折れちゃうしさ。そう、今日傘持ってこなかったからね。なんか、でもなんか良かった、このくらいで済んで。あー、幸せ幸せ。超綺麗だよね、なんかロマンチックだよね。最高最高。どんまい。じゃあ、ふきふきしてあげよっか。みそちゃん、ふきふきしてあげよっか。ふきふき、ふきふき。そう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 。あの、最高よ。ちょうどね、ど真ん中にあるの、あの隅田公園の、台東区側ね、あの雷門側の方の、なんだっけ、桜がね、桜がね、ちょうどさ、このさ、隅田川をね、挟んで、やめて、ほら、ここを挟んで両方にね、あるの。ちょっと待って、あ、バッグだけ、バッグ置いてきちゃった、バッグだけ持ってくるね。ちょっと待ってね、こんな感じで、よいしょ、イエーイ、最高最高。まだあれだね、あれがつかないね。だから、今さ、ほら、これだったらね、桜向こう側も見えるっしょ。暗くなっちゃうと向こう側見えなくなっちゃうからね。このくらい、ほら、これがね、満開のね、お天気のいい日に
そうなのよ、超綺麗なのよね。だからね、多分こっから見てる方が綺麗かもしんない。今日はね、また日を改めてね、週末ぐらいが一番いいのかもしんないね。そう、本当はね、なんだっけ、クルージングだねーだねー、隅田川のクルージングしたかったんだけどさ、クルージングちょっとまたそれは日を改めて、今日はもう多分終わりだと思うので。ライトアップどうだろうね。ねえ、でもほら去年はさ、確かさ、お散歩もダメみたいな感じだったじゃない。それで去年私どうだったっけ、隅田川来たっけ、覚えてないな。でもほら今年はさ、ありがとうありがとうね、あれいいよね、ね、ちょうど流行ってたしね。そうそう、あのあとさ、メガネタイプのやつも出たよね、フェイスガード、かっこいいよね。そう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 、私キャンドゥかな一緒一緒イエーイ。そうそうそう、ダイソーさんも行きたいのよね。そう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 、変わんない変わんない。あ、見て見て、今電車がゆっくりと、東武電車、浅草駅がねすぐそこだからね、そっちに向かって、はい、ただいま浅草駅に向かっております。あとなんか特急みたいなのが行ったね、向こうね。それでさ、なんかね、あそこの今電車通ってるじゃん、電車通ってる向こう側をね、なんかね渡れるみたいなのよ。絶対渡りたくない。なんかだってすごい狭そうだよ、狭そうだからちょっと渡らない。なんだっけ、大きな川にさ、なんだっけ、はしご、なんだっけなんだっけ、何橋って言うんだっけ、ロープ橋みたいなやつ、吊り橋なんだっけ、そんな感じぐらい確か細いのがあるね、向こう側に。もうちょっとさ、さすがにねちょっと渡りたくないのであそこは渡らない。でもね、なんかね、ちょうどねあそこのところがね、やめて、見て見て見て、ちょうどさ多分ね一人か二人ぐらいだと思う、あそこにさ人が通ってるじゃん、ちょうど人が止まってるところね、ここのところ、ここのところがね、なんかね恋人たちの聖地みたいになってて、南京錠みたいなやつあんじゃん、パドロックだっけをねするとねいいらしいよ、愛が長続きするらしいよ。お台場のさキスみたいなやつ、キスの看板のところもさ、パドロックあるじゃんよし、チューしてあげよう、チューチュー頭にチューよし、声で、ああ面白い。あ、ここ水上バス乗り場になってんだねほら、ここ水上バス乗り場になっててこんな感じ向こう側もね、すごい、うわすごいね、16人も来てくれてんの、本当ありがとう。みんな見える、見える、見えてる、じゃ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 ね。ちょっと暗くなってきちゃったから少しあれだね、映像が荒くなってきちゃったね。へもうちょっとね明るいとあれなんだけど、そのうちもう少ししたらあれがついてくんね、もう一枠やるかね、もうちょっとで消えそうだし、ライトアップ、多分ねそうしたらライトアップはしないんじゃないかな、桜ね。でも開けたからやってほしいよね、
なんかあんまり準備っぽいのがないような気がするんだよね。はい、これでちょっと待ってね。あ、超ロマンチック、イエーイ。はい、ということでちょっと待って、私ちょっとあれまだ途中なのよね。ほら、ここ最高じゃないねえ、タリーズさん。もう隅田川でさ、もう目の前に隅田川があってお茶できるのタリーズさんだけだからね。あとはなんだっけ、水上バスとかさ、あのなんだっけ、向こうの水上バスのところの入り口のと、展望台のところだけだから、やっぱりここは最高だと思うよ。うわー、来れてよかった。あれかね、今週末ぐらいかね、きっとね、綺麗になるのね。そうそうそう、それでさ、見たいのがあるのよ。あそこ先週さ、先週だっけ、あそこ行ったじゃん、お台場のチューリップがね、すごいこう綺麗だったのね。それでチューリップのところに桜並木があるのよ。そうだから桜とチューリップとこう共演がね、超綺麗なのよ。だからあれもね、みんなにね見せてあげたいなと思って。すっごい綺麗だよ、もう最高だよ。じゃじゃじゃーん、お、あ、ライトアップされてきた。うん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 、ちょっと待ってね、これでちょっと待ってね、こうかな。これでちょっと待って、これがね、虹色になるんだよね。あ、もう少しあれかな、このくらいかな。虹色見える見える、こう見え方がさ違ってくるよね。あ、ちょっと雨降ってきちゃったね。ちょっと難しいか。これさ、スカイツリーのところからだとね、こう全部バーって色が虹色で出るんだけどね、ぜひ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 、よいしょ、もう最高だよ、おいでこれあれだね、向きが入んないね、こっか、ちょっと待ってね、これで入る、これが限界だな、こっからだと。下に降りればもうちょい行けそうだけど、ちょっと今下に降りれないから、ちょっとこんな感じ。さすがに、よいしょ、よっ、こんな感じかな。それでこれで、虹色が続いた後1時間ぐらい虹色ライトアップなんだよね、これ。